新型コロナウイルス感染症が拡散している中、北朝鮮を訪問しようとしていた支援団体も最近、相次いで包丁を中止しているとルファが伝えた。4日、ルファによると、シンガポールに基盤を置く非営利民間団体諸ンエクスチェンジは先月30日、来たるが月開催予定だったイベントを中止すると明らかにした。 同団体は SNS を通じて、最近コロナウイルス発生に対する隔離措置で、4月北朝鮮で開催することにしたビジネス及び政策フォーラムも中止することに決定した都市、私たちは状況を引き続き中止しており、状況が改善された場合、8月に開催する、元山革新フォーラム開催を準備すると伝えた。 イベント開催までは3ヶ月近く残っているが、コロナウイルス感染拡大が長期化されることを懸念した判断と解釈される。アメリカフレンズ法師団も1月中旬頃、決定を保留していた法庁を延期すると伝えていた。